皆様こんにちは、ひろきでございます。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、今日の格言のコーナー、シメオン・ストランスキーという方です。はい、この方の名言を申し上げます。床の上で自分の子供の電気機関車をいじくって30分を浪費することのできる男は、どんな男でも実際は悪い人間ではない。いかがでしたでしょうか。なんとなくわかります。遊び心を持っているということですね。はい、遊び心を持っている人が悪い人じゃないでしょうって。余裕がある。はい、そういうことですね。はい、もうすごい名言だと思います。はあ、言えてみようって感じですね。はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。